サナちゃん見てるくるぶしです。どうですか。新しいで逆に、今日はですね、はい、痛ましく全然完成なんです、はい、ちょっと10円ゲームの、博物館が、よく昔の彼女と行ってたなっていう思いでやってきました。なるほど。まあね、ちょっとそこの中にも行って、なんか あと店先にも面白そうななんかガチャガチャがあるらしいんで、うん、ちょっと見ていきたいと思います。はい、それでは行きましょう。はい、行きましょう。くるくる。500円しかない。両替機ある。両替機あったかな。どうやろう。手があれだったんで、外の謎のガチャガチャ、ちょっとチャレンジしていきたいと思います。やっていきましょう、はい、すごいね昭和レトロシリーズ。ギザ10ガチャがいらない。エア50ガチャ、巨大タオル、闇くじガチャ、純金ガチャガチャ、金にはうるさいと思ってます。ほんまかよこれ。ほんまに200円で200円で 1g またあんの。マジほんまに言うてる。何いきやすか、これやっぱりこん中だとギザ10かな。ちゃまちゃまちゃまこのギザ10。おい、100円で10円買うってアイリン地区のあれやん。え？何何？マジで10円が入ってんの？ギザ10 100円でマジで買った？やば。こちらですね。俺はもうこの中ならもう一発これしかないでしょっていうものこちらの。純金ガチャガチャ行ってみたいと思います。今純金って高いんですか。今ねあのグラムで、うん、あの8000円超えてるんですよね今。あめちゃくちゃ高騰してるんですよ。俺が、まあ、買い漁ってた時なんてその時でも上がったって言われてましたけど、うん、3000円台ですよ、うん、でも倍以上もう3倍近くまで上がってるんですよね。じゃあこれ全部取っとけばよかったマジで売らずにね。200円で買ったら相当上がりが。これね 1g のそのプレートインゴットって言うんですけど、この 1g のインゴット当たればもうこの200円がねもう9センチ間に化けるわけですよ。やばちょっとマジでいこう。でこっちがこれが 0.3g 0.3g でもそれでも今2000、3000めっちゃいい、うん、それぐらい。じゃあ行きましょう。金箔が出ちゃうとちょっとあれなんですけど、うん、これですよね、狙うわこれ。1g インゴット行ってみたいと思います、はい、くるちょもチャンネル。200円、まとめて入れるパターンかな。まとめて入れるパターンですね。イエス、はい、スーパーボール。は？